あるよ。愛知どこ？愛知。あなたの目の前よ。あなたは誰？新庄くんだよ。お絵かきステージ始まるよ。やりますか。じゃあ、はい、じゃあよろしくお願いします。さあ、お待たせいたしました。ここからは本日最後の PR 対決ステージとなります。十軒側のカッパの小太郎。はい、はい、コタトップバッター順番に来てね。そしてニャーチャーはいないんで、新庄くんらしき方。ゆっくり登ってよ。そして色紙。よいしょ。はい、色紙雨対策なんだろうけど、今だいぶ晴れてきちゃったね。滑んないようにしてよ。はい、さあ、そしてガタゴロー。はい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 、どうもどうも。サナドンは登るの？なに？違うの？あ、違うの？呼んだ。サナドン全然うろちょろしてもらって大丈夫で。さあ、ということでお絵かき対決をやっていただくと、はい、ここは仕切ってもらっていいの、誰かに。え、私は降りていい感じ。え、愛知行ってほしいにゃ。おっと、何も聞いてないぞ。事故に巻き込まれるパターンじゃないかこれ。はい、書いてるときシーンってなるから、それ解説して。それを解説するの。わかりました。じゃあ何はともあれやっていきますが、重要なこと書いてあるけど。何？愛知さんから一つ単語を出してもらい、それからコタちゃん、ガタちゃんに。あ、これいい、ルール言って。あ、ちょっと違うから。あ、違う。あ、じゃあニャンちゃんから言って。まあでも大体そんな感じで、はい、愛知からにゃんか一つワードを言ってもらったら、その言葉のに続くしりとりでお絵かきをします。あ、なるほどね。はい、しりとりで誰から？コタから。コタからでいいかにゃ。はい、皆さんから見て右カッパのコタロウから順番にしりとりで、ガタちゃんがラストかな。そうそう、絵を描いてくれると。そう、でもさ、はいはい、俺たちさ、うん、やっぱほらお絵描きキャラだからさ、はいはい、たださ、うん、お絵描きしりとりするだけじゃつまんないからさ、はいはいはい、そこはみんな工夫を凝らしてさ、はい、面白い絵を描くと思うよ。なるほど、これはオチがない話だったね。はい、ハードル上げた。ハードルをガタちゃんも自ら上げました。あなた鳥だしね、しかも。さあ、ガタちゃん、どんな素晴らしい絵で仕上げてくれるのか楽しみですね。じゃあみんなで滑ろうね。これさ、ちゃんとズレちゃんとユキちゃんまでアテンドさんいるのに喋らないわけ。もったいな。サボらせないよ。ちょっと、じゃあ人間たちで、ズレちゃんも人間ってことで大丈夫？大丈夫？人間何にしますか、お題。どうする、お題を決めるんでしょ、ここで。うん、でもしりとりだからにゃんでも大丈夫だよ。佐々木といえば、佐々木といえば鍋焼きラーメン。え、あ、だめだ。終了終了。罰ゲーム。なんで罰ゲームなの。罰ゲームって何。罰ゲーム知らん。変なコール。ハバネロ、ハバネロ一気飲み。滑ったよね。今のなし。スサキ、スサキ、スサキ。スサキ？あ、そのままスサキ？でも何でも大丈夫だよ、しりとりだから。カンパチ。じゃあカンパチの。カンパチいいね。行きましょうか。あの魚類の仲間とさ。な、地から始まるからちょっと危険だけど。危険ってにゃーに。ちっちゃい子供いるんだ、まだ。危険ってにゃーだろ。そんな時間なんだ。わからない。はい、じゃあですね、カッパのコタロウからカンパチのチで絵を描いてもらいましょう。お願いします。お願いします。なんかいい感じのゆるい BGM とかにゃい。おい、ありがとうにゃ。じゃあゆきちゃん歌う。トゥートゥルトゥルトゥ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 。持ち時間とかどうなってんのこれ。全部で20分になればいいにゃと思ってやってます。じゃあ
そんな長いのでも3分で黙ったら2周しようって言ってて、ね、1分あ、1分にする1分だって長かったら、こともう OK で、あ、いけた早い。じゃあズルちゃんから紹介してもらおうかな。ズルちゃん、これは何でしょうか。コマの代わりに、あら、名前は言わにゃい。あ、言わないのね。言わにゃいで、にゃが、はい、思ったやつを書く。お友達には見せていいの。あ、見せていいよ。カンパチの地から来たこちらのなんか絵です。わかる。あーはーはー、拍手です、拍手。カタちゃんは見ちゃダメらしい。そうなのらしい。にゃは、どうして、次の人だけ見ていいの。あ、にゃだけ見るのね。っていうね、このステージの上でどんどんルールが築かれていくっていうね。怖いですね。にゃんだろう、はい、見たかな。みんなお友達見れたかな。ちっちゃいお友達も、え、あ、大丈夫。はい、じゃあカンパチの地から来たこちらの小太郎の絵をにゃーちゃが推測して、はい、にゃーちゃに見せて、だって見せてください。はい、はい、ん？ん？って言ってますけど。ああ、はい、納得しております。にゃーちゃらしき金城くん、はい、はい、じゃあこちらから、はい、にゃーちゃが絵を描く1分間、そしてガタゴロウが歌う。座ろうか。にゃーちゃん、これさ20分あるからさ、あんまり早く描かないでね。だから2周するかもって言ってるよ。じゃあ筆ペンで描く。筆ペンの蓋と、ま、筆ペンで描くの。うん、筆ペンで描いてみようかな。さあ、無常なのでこれも1分のうちに入ってますから。じゃあチッ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 。 BGM 歌おうかな。うん、歌って。ケッタケタケタケタゴロー、ケッタケタケタケタゴロー、ありゆけの日が立て。ちょっと筆ペン描きづらいからやっぱやめる。さあ、ロスタイムです。ここでロスタイム。ペンを用意するだけで20秒経っています。ヤナチャ選手。あ、ごめん。今日も愛をつけ、愛の声を聞け。あと20秒ぐらいかな。え、嘘、意外と書けにゃ。愛の声を聞け。見えにゃ。これ明日もカラオケで歌うんだ。今日練習だね。ゲッテゲッテゲッテカラオ、君が泣いてたら、かけてかけてかけてら。はい、あと5秒ぐらいかな。5、4、3、2、1。はい、おしまい。はい、ありがとうにゃ。はい、できたにゃ。君はしりとりのイラストににゃーと文字を書いた。サイン、サイン、サインね。まあ許しましょう。じゃあみんなにお披露目してください、はい。さっきさ、裏でさ、なんか時間がいっぱいあるからさ、すごくせっかくお絵描きキャラだから上手に描こうっていう感じで言ってたんだけど、はいはい、こんな感じです。なるほどなるほど、ね、さあこれが何なのか、ちょっとじゃあ、なんだろう、ごめんなさいね、はい、失礼します。あ、じゃあ、ズレちゃん、せっかく美しいので皆さんに見ていただいてもよろしいでしょうか。あ、リングガールね。高く上げてください。ズレちゃんリングガールです今。あ、素敵素敵、拍手もらっていいな。はい、素敵。さあ、コタから続いたズレちゃんのこのイラストどうしりとりになってるのか、果たして成立してるのか。さあ、ではニャーちゃんのイラストを今度色紙が見ます。はい、はい、色紙見てみて。はい、じゃあズレちゃん色紙に見せてあげてください。はい、お願い。はい、どうぞ。次の BGM 担当は誰？わかった。 OK、 大丈夫です。はい、さあでは色紙1分間いきましょう。どうぞどうぞ。はい、ガタちゃん。はい、ありがとうございました。色紙以上です。では色紙
ストからつながったシキッシーのしりとりのイラスト、こちら。じゃんじゃん、すごい、さすが、さすが、これで、これで、リングガールよろしいでしょうか、ズレちゃん。お願いします、はい、さあ、シキッシーが描いたイラストこちらです。皆さん見えますでしょうか。さあ、コタからさ、コタもなぜか行く。そしてニャーニャーも行く。ニャーちゃんもよいしょ、大丈夫、はい、なぜか行く。順番としては、はい、コタ、ニャーちゃん、シキッシーですからね。そしてシキッシーも出てく。はい、こちらがちゃんとしりとりとして伝わっているのかというところ疑問ですが、何これ、どうだろうね。そしてあのローカルルールあるじゃないですか、しりとりって。このシキッシーのイラストがガタちゃんがどう撮るのかってのがちょっと気になりますよね。どの部分を撮るのかっていうね。ということで、じゃあガタちゃんに見ていただきましょう。シキッシーこちら。さあ、物が分かったとしてもどうなるか。なにこれ、え、なにこれ、にゃんだろう、なにこれっていう、ね、ガタちゃんこれ考えてるだけで20分経っちゃう。ちょっと待って、もう20分経った。でもちょうど1問でいいぐらいかもしんないね。あ、ほんと、意外とそうだね。意外とね、答え合わせもしたいし。はい、さてさて、じゃあ、あ、ガタちゃん、オッケー？オッケー。オッケー。オッケー。さあ、では参りましょう。ガタちゃんのお絵かきタイム。俺が考えたやつ、運がついたわ。え？でも、ガタちゃんは運ついてもいい。まあ、最後が最悪。違う違う違う、これの答えが、運がついた。え？まあ、最初。このスプリングスティンじゃない？違う。ない、書きましょう、ガタちゃん。もうそのインスピレーションで書きましょう。書いたら運で。はい、よーい、スタート。ズレちゃん、一曲いきますか、1分間。あ、もしよろしければ。はい。さあ、行くわよ。アカペラですか。ワン、ツー、スリー、フォー。ガタちゃん、チュ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 ルワ。ガタちゃん、チュ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 ルワ。ガタちゃん、チュ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 ルワ。チュチュチュ。ガタちゃん、チュ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 ルワ。ガタちゃん、チュ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 ルワ。ガタちゃん、チュ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 ルワ。アップル？チュチュチュ。なんだろう、ズレちゃんが歌うと急に夜の歌な感じでした。日向で待ってる。さあ、あと20秒ぐらいですかね。潮が満ちる前までに来てね。ズレちゃん、あとワンコーラスぐらい。じゃあワンコーラス、はい、イエイ。ワンコーラス、ガタちゃんってどこなんだっけ。佐賀です。佐賀県。はい、私を探しに佐賀に来て、探しに探しに探しに来て何になるみたいな感じ。おお、今作ったの。すごい。突然の新曲ばっかり。きっと来年には出来上がってると思いますけれど。佐賀の新曲できたじゃん。探しに探しに来て何になるみたいな。すごい、何になる。ちなみにクレは何でしたっけ。クレ、クレシの彼氏。あ、そう。好評発売中でございます。すごい。皆さんぜひ。できた。はい。あ、OK。ではラスト、ガタちゃんのイラストを見ていきましょう。こちら。え、なんだろう。わかった人。え、さあ、会場のお友達も混乱しておりますが、なんだろう。お願いいたします。はい、さあ、ラウンドガール、ここで登場してまいりまして、皆さんご覧ください。このイラスト何なんでしょうか。なんだろう。しきし、うまいけど何描いてんのかわかんない。おっと、これまでの流れがあったから我々は分かった的な。しきしは上手だ。そうね、ガタちゃんの絵は何だろう。ガタちゃんじゃない、はい。さあ、ということで、ガタちゃんのイラストも見て、じゃあ4キャラさん、みんなのイラスト今一度オープンしていきましょうか。はい、はい、それぞれのキャラさんのイラストこちらになりました。見づらい方すみません。あ、こったね、ごめんよ、買おうかな。はい、上手、うん、OK。 完
はい、さあでは、はい、答え合わせに参りましょう。コタローのイラストは何ですか。せーの、ちょうちんあんこ。イエーイ、はい、ちょうちんあんこということで、カンパチちょうちんあんこう。さあではにゃちゃ、それは何ですか。せーの、うさぎ。はい、ちょうちんあんこう、うさぎ、つながってます。さあそして色紙何でしょうか。はい、正解はのギター。うさぎ、ちょっとさ、ギター、はい、ギターならさ、ギターだけ書いてよ。腕が、バタゴロ見てみ、ギターだと思った人。腕がさ、ヨロンヨロン、腕が主張しすぎということで、なんか不穏な空気ですが、さあギターの受けてガタちゃんのソロイラストは何ですか。ロウソク。え、にゃんで、え、にゃんで、ロウソク、これさ、うん、ギターソロだよね。あ、なるほど。あ、そうね、ギターソロだよね。あのギターだけかけっていうならガタゴロもロウソクだけかけ。そうそう、確かに。矢印ついてるでしょ、矢印。確かに、牛の獄参りみたいになってる、なんかね、矢印ついてるからね。ということで、うん、ギターからろうそくはつながらず、残念でした。残念。ファン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 、マジか。罰ゲーム、罰ゲーム、罰ゲームの知らにゃん。にゃちゃん、罰ゲームは何なの。え、ハバネロだよ。どこにあんの。あ、知らにゃい、誰か持ってるかにゃって。はい、あの後で何か X とかで対応してください。シートリナーズでしたが可愛かったです。はい、このイラストはどっかに展示したりする、自分のブースとか。ブース持ってって売りさばこうか。欲しい人、うん、1円から、1円からオークションなのね、はい、はい、まあ皆さん各ブースに行ったら見られる機会あるかもしれませんので、ぜひ見てみてください。さあそしたら時間的にはね、非常にもういい時間になっておりますので。そうだ、はい、あの罰ゲームではなく、この PR タイム、はい、今回ですね、うん、なんと景品がありまして、誰が一番上手だったか拍手で募ります。はい、で拍手多かった方はプレゼントがありますので、じゃあ参りましょう。なんだろう、景品。まず皆さん向かって右側、カッパのコタローのちょうちんあんこ上手だったよって方。おー、すごい、1人1回ね、拍手。はい、続いてにゃーちゃのうさぎちゃんが可愛かったよっていう人。うんうんうん、めっちゃテーブル叩いてるけどね。さあ、しきっしーのギターが上手だったよって人。おー、いますね。さあ、ガタゴロウのろうそくが良かったよっていう方。まあ、なんだよ、うまいけど先般だからね。ということで、私の独断になりますが、優勝はカッパのコタロウ。イエーイ。はい、コタロウにはですね、須崎名物のこちら、カツオの角煮プレゼントです。野島水産、羨ましい。なんと大トロカツオの角煮、すごい。最高級大トロカツオを香ばしく焼き上げ、独自の味付けで煮込んだ絶品。レンジや湯煎で温めて炊きたてご飯に混ぜ、カツオ飯としても味わってもよし、ポン酢をかけてもよし、そのままでももちろんサラダなどでも美味しく楽しめますという、こちら贈呈いたします。コタおめでとう。コタちゃんの X が楽しみだにゃ。はい。はい、ということでにゃーちゃん、以上でよろしい？いいよ。 あとね、参加賞があるんです、なんか今回。あ、ほんと？にゃーにーちょうだい。はい、なんと土佐のみょうがです。イエーイ、欲しかったやつ。美味しいからね。やった。あ、すごい。はい、おめでとう。やった、やった。やった。ということで、以上でよき。いいよ。はい、以上、お絵かきタイム、カッパのコタロウ、にゃーちゃん、しきっしー、そしてガタゴロ、ありがとうございました。ありがとうございます。
のご当地キャラ祭り in 須崎、それぞれの日にちを締めます犬山劇場、最後のステージになります。今回ですね、犬山整体人、あの声優さんたち皆さん揃っておりまして、山口勝平さん、そして中谷和弘さん、林凛子さんもこちらに来ております。毎回ね、ドタバタコメディみたいな感じになるんですが、どのようになるのかぜひ楽しみにお待ちください。では準備までお時間いただきます。